明日の花粉飛散予想をお届けいたします。まずはお天気から見ていきましょう。九州から東北そして北海道にかけて広い範囲で日差しが届きます。ただ山陰や近畿北部周辺はお昼過ぎまではにわか雨にご注意ください。また北陸以北の日本海側を中心に1日を通して雲が広がりやすく、湿った雪やみぞれ、冷たい雨などが降りやすくなりそうです。沿岸部では風も強まります。関東地方でも夕方以降は急な雨の恐れがあるためご注意ください。気温は西、東日本で前日ほど上がらないものの15度を上回るところが多くなります。北日本は木曜日よりも気温が低く、ひんやりとした体感になりそうです。では花粉飛散予想です。もう花粉の飛散はピークを越えて終盤になりつつあるとはいえ、東京、名古屋、大阪、広島などは多い予想になっています。金曜日もしっかりと対策をしてください。